ボートレース三国第26回 SG チャレンジカップシリーズの4日目予選最終日の競争、予選突破をかけての争い、そして予選トップ通過をかけての争いはこの最終レースまでもつれています。競争水面上、本日のラストカード第12レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇浜野谷健吾、2号艇原田幸也、3号艇宮地元樹、4号艇島村隆義、5号艇今垣幸太郎、6号艇篠崎元志、以上のメンバーです。インコースへと向かいます。1号艇浜野谷健吾、現在得点率第17位、しっかりとここは結果を残しまして予選突破を決めた一戦です。2号艇原田幸也2コースです。自力での予選突破には2着以上が欲しい一戦。隣3コースに3号艇の宮地元樹、こちらは1着で 5.33 勝負がけ、2着ですとこのレースの相手次第となります。4コースの角には4号艇の島村隆義、ここは3着以上で自力の予選通過を決めることになります。5号艇の今垣幸太郎、こちらは3着以上で予選トップ通過が決まる一戦。6コース6号艇篠崎元志、3対3枠番通りの並びです。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇の宮地、1号艇の浜野谷、好スタートを切っています。まずはインの逃げの体勢、1号艇の浜野谷、刺す2号艇原田、まくりに行った3号艇宮地にまくり出したのは5号艇の今垣です。先頭は1号艇の浜野谷、押し切りました。2番手は2号艇の原田に、内から5号艇今垣、外には3号艇の宮地、その後ろを見据えて6号艇篠崎、4号艇島村が最後方で、スタートは正常です。一緒にまく1号艇の浜野谷先頭、5号艇の今垣につけまい2号艇の原田、内から切り込むのは3号艇と6号艇、続いていく先頭争いは1号艇の浜野谷を独走です。2番手5号艇の今垣に内から差を詰める3号艇宮地、ほとんど差がなく2号艇原田に6号艇篠崎、4号艇島村最後方で2周1マーク。2番手争いですが3号艇の宮地に外に切った2号艇原田、内をついた5号艇の今垣です。バックストレッチ入って内から5号艇の今垣、外は2号艇の原田と3号艇宮地、この3艇の2番手争い、離れて6号艇篠崎、4号艇島村が最後方です。先頭抜けているのは1号艇浜野谷健吾、2番手は5号艇の今垣に全速戦3号艇宮地、内から切り込む2号艇原田も、2番手5号艇の今垣が2停進から3停進前、3番手は2号艇原田が内、離れた外には3号艇宮地、その後ろ6号艇の篠崎、4号艇の島村最後方で最終周回です。0台のスタートから逃げた1号艇浜野谷健吾先頭、2番手混戦抜け出した5号艇の今垣に、内から猛追は2号艇原田、外には3号艇宮地も、2番手5号艇の今垣、外には3号艇宮地、ほとんど差がなく間には2号艇原田で最終ターンマークです。先頭は独走、人気に応えました1号艇の浜野谷健吾、注目の2番手は内から潜り込んでくる2号艇原田が先に旋回、差し返す5号艇今垣、そして3号艇宮地、内外離れて3艇の2番手争いです。先頭1番浜野谷5輪、2番手は3番宮地、5番今垣3番手で5輪、2番原田は4番手、6番篠崎、ラストは4番島村が5輪です。